おつかめの日本リクエで、皆様あげましておめでとうございます。今年もリクチャンネルよろしくお願いします。いやー、もう2021年やってきましたですね。2020年ですね、サバイバルの年ということで、無事に乗り越えることができて、個人的にはありがたいと思っております。そしてですね、2021年やっときましてですね、今年もですね、リクチャンネルの目標を皆さんと共有していきたいと思います。まずはですね、大きな目標は相変わらずですね、今年もこのリクチャンネルをやり続けていきたいと思っております。で、細かい目標なんですけど、登録者についてですね、去年の目標としては1万人っていう目標設定をしましてですね、結果としてですね、7200ぐらいには達成するができましてですね、今年も頑張り続けたいと思いましてですね、今年こそ1万人を達成していきたいと思っております。そして動画の投稿頻度なんですけど、去年の目標としては投稿頻度は月1本ぐらいはアップしていきたかったということで、計算した結果ですね、37本もアップしましてですね、平均したら月3本ぐらいはアップしていましたので、今年もね、同じく、月1本ぐらいはアップしていきたいと思っております。そしてコラボ動画なんですけど、去年の目標は3回ぐらいやっていきたいということだったんですね。去年もですね、3回ぐらいコラボ動画をさせていただきましたので、協力していただいた皆様ありがとうございます。今年もですね、コラボ動画も、できれば3回ぐらいやっていきたいなと思っております。そしてライブ配信なんですね、去年の目標は1回ぐらいはライブやっていきたかったということで、これもね、1回実施しました。今年もね、目標は低めなんですけど、今年も1回ぐらいはライブしてみたいなと思っております。そして新しい目標としてですね、短めの動画ですね、ショーツっていうやつなんだけど、今ちょこちょこやってきて、マレー語と日本語の動詞っていう動画なんですね、まだ8回しかやってなくて、これを100を目指しております。ぜひ皆さんもね、今年のリクチャンネルも、楽しみながら応援し続けてください。ぜひまた今年もですね、よろしくお願いいたします。ということで、以上ディキャタでバイ。